平日の午後に楽しさをプラス、杉浦直哉がお送りしています。キャッチ木曜日、この時間はアーティストをキャッチのコーナー。様々なアーティストの声が届きますが、今週はアニソンシンガー、アジアに咲く花と書いて朝香さん、ご登場です。では朝香さん、よろしくお願いします。お聞きの皆さん、パーソナリティの杉浦さん、こんにちは。今日のこの時間は朝香がお送りします。朝香のキャッチ。このコーナーでは私朝香がキャッチした話題や皆さんにキャッチしてほしい情報を紹介していきます。最近の私の一押しについてお話ししたいと思います。ズバリですね、お花の金木犀の香りをしたグッズを最近結構集めております。例えば金木犀の香りをしたハンドクリーム、ボディースクラブ、あと香水とかもね、結構たくさん出てるんですよ今。なのでもう見つけ次第すぐに買ってすぐに使ってます。皆さんもぜひ、好きな匂いでリフレッシュしてみてはいかがでしょうか。ではここで一曲お送りいたしましょう。朝香で夏夢ノイジー。この曲夏夢ノイジーは8月10日にリリースされたシングルとなっておりまして、テレビアニメサマータイム連打のセカンドオープニングテーマになっていました。こちらの楽曲はですね、やっぱりこうかっこいいというところを前面に出したいなと思って、歌声の方もですね、かっこいいそのサウンドに負けないように声の方もかなりこう太くして、たまにちょっとこうね、若干あえてかすれさせたりとか、ウィスパーブースをたくさん入れてみたりとね、歌の方ですごく工夫をしてレコーディングをしていますので、そういったいつもと違う朝香のアプローチっていうのをぜひぜひ感じていただけたらと思っております。作品に関してはですね、アクションシーンがかなり激しくて躍動感もある内容になっていたので、やはり楽曲の方でもうわーすごい緊張感が高まっていくなっていう、なんかこうそういった要素を歌にも反映させたらいいなと思ってすごく意識をしております。さらにですね、やはり朝香としての軸っていうのをしっかり歌でも何か作っていきたいなと思って、メロディーラインはねすごい歌謡曲チックだったんですけども、その印象を大事にしつつ、やはり楽曲の一番ポイントであるかっこよさとこううまいバランスに、いろいろ工夫をしながら調整をしながらね、歌の方にも乗せていったので、おなんかすごい艶やかだなって思うところもあるし、うわ力強いなっていうところもあるし、でもねたまにねちょっとこうねキュッとね喉を締めて歌ってる感じで切なさをねちょっと入れてみたりもしてますので、とにかくね今回はいろいろとね頭をね悩ませながら歌ってみたので、今のねお話を踏まえてまた聞いていただくとね、違った楽曲の受け取り方をしていただけるんじゃないかなと思います。ミュージックビデオもねすごくかっこよく撮っていただいてて、久しぶりにね黒髪にしてみました。4年ぶりぐらいかな。かなりねビジュアルの方でもガラッと変えておりますので、耳でも目でもね、音楽でも映像でもたくさん楽しんでいただきたい一曲になっております。さらにですね、カップリング2曲、ボイスとドリーマーは朝香が作詞をしています。今回はですねシングル1枚を通して挑むという言葉をキーワードに楽曲制作をしています。カップリングのボイスだったら戦いに挑む、3曲目のドリーマーだったら夢をつかみに挑むといった感じで、それぞれの楽曲にも細かいテーマがね、こう決められておりますので、ぜひ歌詞カードもね片手に、音楽の方も聴いていただけたらと思います。ではここで皆さんにですねキャッチしてほしいお情報をお伝えしたいと思います。9月28日にライブブルーレイ朝香フィフスアニバーサリーライブ Thank you so much が発売されました。こちらは今年の1月10日に開催した、5周年、アーティストデビュー5周年をお祝いした記念すべきライブとなってまして、朝香初の
単独ゼップライブ、こちら KT ゼップ横浜で行ったというのもありですね、かなり思い入れが詰まったライブになりました。バックヤード映像も特典として入っているんですけれども、すごいね、映像を見るだけで昨日のことのようにね、ブワッといや思い出しながらエモいなぁなんていう気持ちに浸りながらね、映像を私も見返しました。ぜひね、こうライブにあの時行ったよっていう方も、いや僕行けてないんだよっていう方も、もうねいろんな方に楽しんでいただけるライブブルーレイ1枚になってると思いますので、ぜひぜひお手に取ってね、音楽で朝霞をたくさん知ってもらえたら嬉しいです。さらにバックヤード映像以外にもですね、オーディオコメンタリー、さらに、去年の10月に行いましたセカンドツアーポントゥーンの、ファイナル公演ですね、東京公演の映像がなんとスペシャルエディションという形で収録されております。もうねほぼライブ2本立てと言っても過言ではないぐらいのボリューミーな、ブルーレイになっておりますので、ぜひそちらも合わせて楽しんでください。さてお送りしてきました朝霞のキャッチ、そろそろお別れの時間となりました。毎度毎度ねコメントを出させていただくたびに、いやあっという間の時間だったなって思います。これからもアニソンシンガーとしてアジアに花を咲かせていけるよう頑張って魂を込めて愛を込めて歌ってまいりますので、またいつかライブをやる際には足を運んで朝霞の音楽をたくさん堪能してください。この後もキャッチとともに素敵な時間をお過ごしくださいませ。そしてドライバーの皆さんは引き続き安全運転でお車の運転お願いいたします。またいつかお会いしましょう。この時間のお相手はアニソンシンガーアジアに咲く花朝霞でした。まったねー。朝霞さんありがとうございました。金木犀の香りのグッズをキャッチしていると、しかもすぐに買ってすぐに使うっていうね、いやでも季節のね旬の食べ物を食べるみたいなことはあるじゃないですか。なんかこう旬の季節の香りをまとうっていうのもなんかいいですよね。朝霞さんありがとうございました。今週はアニソンシンガーアジアに咲く花朝霞さんにご登場いただきました。